はい、コバちゃんです。今回はね、ミント千葉店さんでミントの夏くじということで、こちらのねセカンドバージョンの入った、パックを2つ買ってきましたので開けていきます。はい、ではねまずね、1つ目のパックからやっていきます。はい、まずね、石川投手からですね、岸選手、清宮選手、野村選手、富田さん、小園選手、ガンケル選手、祖父江選手、菊池選手で、これはベイスターズのやつかな。で、小峰選手、ビドル選手でしたっけ、選手、中村選手、今川選手、これテラッパクの鵜飼選手、中日も結構相性いいんですよね、50分の32、牧選手で、太田選手、なんかこれはあチックリストね、ウォーカー選手、クリスキーちょっとフリスキーモンプチって昔やりましたよね。今もあるんでしょうかね。藤井選手、バレラ選手、平選手、始球式、佐々木朗希投手のね、これをねちょっと欲しかったんです。これはいいね。松本選手、オスナ選手、桑原選手、タイガース、よいしょ、宇佐美選手、綾川選手、伏見選手、町、本田さん、松川光選手、高橋選手、小園選手、長岡選手、清水選手、滝中選手か、宮城選手、松本ゴー選手、藤原選手で、これはいいんじゃないですか。青山なぎささんの50尻の15です。これは良いのでは。マー君、森下選手、青木選手、太田選手、青柳選手、いやこれいいね。タタタン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 、今僕の頭でね、ジッタリンジンのね夏祭りがね頭の中でね今流れてるところです。はい、加藤選手、東山選手、エチバリア選手、田島選手、長谷川さん、佐藤俊君、宮崎選手、ポランコ選手、山本選手、ロドリゲス選手、マー君、柳町選手、水野選手、滝沢選手で、岡林選手、大野選手、黒原選手、佐野選手、糸井選手、アンダーソン選手、高橋選手、レアード選手、安田選手、浅間選手、これピンク白じゃないですか。ピンク白の千賀選手だから、75尻のラス尻、よっしゃー。大勢選手、丸山選手、大貫選手、メルセデス選手、秋山選手、いやここまで良いんじゃないですか。池田選手、清宮選手、三馬選手、柘植選手、これもテラテラ箱じゃない。坂本選手の50尻の39、これ超大当たりパックを僕は引いたってことですね。柳選手、宮崎選手、坂本選手、坂倉選手、
原選手、浅村、柳町、宗選手、佐藤選手、平野さん、坂倉選手、上本選手、内山選手、戸柱選手、木式投手。いや、ここまででももう十分すぎるぐらいの夏くじ感はありますね。はい。って感じです。ということで、次にこのね、お楽しみ袋ですよ。こっちですよ。っていうの、当たりすぎちゃって困るって感じですよね。はい、ということでね、大城選手と、あ、ブレイキングナウの戸郷選手のやつですね。まあ、なるほどね。いい加減にね。お、平田選手と、あ、ワン選手のですね。これ、レイ、なんだっけ。あ、ジニシスのやつですね。が出てきましたね。あー、はい。いやー、はい、今回ね、出たカードを紹介していきたいと思います。ほんとね、さっきも言ったんですけど、これね、ワンボックスでも、ありえない組み合わせのカードの出方だったと思います。ではね、まずはこっちですね。普通のキラキラパク。キラキラパクの方ですね。まあこれはね、普通にね、僕のコレクションに入っていく佐々木朗希投手ですね。あとはこんな感じですね。はい。で、次に、まあお楽しみ袋とかに入ってたやつなんですけども、まあこんな感じ。まあ松川選手のもね、いいですね。あとは、お楽しみ袋の方に入ってたね、ワン選手と大城選手のカードとこれですね。で、次がね、本当ありえない出方だったと思うんですけれども、まずどれからいこうかなっていうことで、まず始球式カードからいきましょう。青山なぎささんの50シリ、あとはテラ、このね、キラキラのねやつの鵜飼選手の50シリと、これは嬉しかったな、坂本選手の50シリ、あと最後に千賀投手の、これピンカークっつったらいいんですかね、の75シリの75番と、いうことでね。いやー、ほんとね、頭の中でね、打ち上げ花火ってね、上がってるところですけどもね。はい、今回はね、ミントの夏くじということでやってきましたけど、最高の結果になりました。ほんとね、いいと思った方はですね、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それじゃあね、今回ちょっと長くなったんですけど、以上になります。ここまでのご視聴誠にありがとうございました。バイバイ。